ハリスです。安倍元の首相が亡くなり、弔問に来ました。暴力はいけません。暴力、涙が止まりません。しかし、日本の横田基地について私が思う国葬と全く違うって気づきました。安倍は期待の悪党。カルト教団を手足のように使っていたと。カルト教団の悲しい指定に銃殺されました。それって自業自得じゃないですか？日本国中で恥ずかしいので弔意は表さないそうですね。アメリカでは共和党という悪党集団がおりますが、日本の自民党、安倍晋三、同じなんですね。安倍晋三は冷酷な男で劣等感の塊。日本国民はよくもこんな男に長期の政権を与えていたんですね。恥を知りなさい。